エンド n w には1939年2月から1949年12月の間にアメリカの GM エンドが製造した電気式ディーゼル機関車である。ウィントン製エンジンを搭載していた NW1 系ディーゼル機関車の改良型としてエンジンをエンド自社製の567型としたものである。形式名の N は900馬力を、W は溶接大枠を意味する。 本形式は千馬力であるが、NW1 の改良型であるために形式名を踏襲している。製造期間は長きにわたり、製造量数は合計1,145両に達した。うち1,121両がアメリカ国内で、24両がカナダに輸出された。大半の車両はイリノイ州ラグランジュ工場で製造され、1948年末からはエンドの 第3の工場、オハイオ州クリーブランド工場にて製造された。途中、1942年から1945年までの3年間は製造が中断されている。それは1942年に戦時生産本部の命により、エンドは入れ替え用ディーゼル機関車の製造を停止させられ、本線用ディーゼル機関車のみの製造を命じられたためである。終戦後、 その指令が解除されると製造が再開され、1949年まで製造が続けられた。なお、同時期、他メーカーは、エンドとは逆に入れ替え用ディーゼル機関車と、本線用蒸気機関車との製造を命じられており、結果として、戦後急速に進んだ、アメリカの鉄道におけるディーゼル化において、エンドが躍進することとなった。本形式の発展型として、 カウカーフ方式の TR が3組、TR2 が36組、TR3 が2組製造された。TR3 は3両1組であり、古希の側に、さらにもう1両、古希が連結される形態であり、ハードと呼ばれた。TR は第二次世界大戦前、TR2 と TR3 は戦後の製造であった。運転台が車端に寄った。 エンドキャブと呼ばれる形状をしている。外観の特徴として、フードの中央付近に2つの煙突が設置されている。ウィントン製エンジン搭載車と異なり、フード側面上部のルーバーはない。また、デッキ状の砂箱はない。今日でも多くの車両が存在している。ありがとうございます。